短時間で火を入れて、これ塩で揉むとこの卵巣を傷つけてしまうので、あまりね熱いところに落とすとこの皮がね破れて、はい、小ヤリイカの煮付けということで、まあこれね、まあ、春先にこういったね手のひらサイズの小さいヤリイカが結構ね出回るかと思うんですけれど、どうやって食べるんだと、まあ、迷うこともあるかと思いますので、今日はこの小ヤリイカを使った煮付けの作り方を紹介しようかと思います。下処理の仕方は比較的簡単でして、イカの胴体に指を入れると、まあ、こんな感じでね、イカのゲソと内臓とが引き抜けるかと思いますので、まずはイカをバラします。と、小ヤリイカっていう表記をされている場合と、あとね、まあ、小持ちの小持ちヤリイカなんて表記されている場合があるかと思うんですけれど、小さいイカっていうのは比較的ねメスの場合が多いと、まあ、っていうのはね理由がありまして、ヤリイカってねオスの方が大きくなって、でメスはねそこまで大きくならないんですよね。まあこれ基本的には産卵のためにねこう岸に寄ってきたところを漁獲するので、小さくて水揚げされたイカというのはメスの場合が多いんですよね。子供というよりは小さいっていう意味での小ヤリイカですよね。最初にねこちらのゲソの掃除をしていきます。ゲソの掃除はまあ比較的簡単で、ここにね墨袋がついてるんですよ。これですね。この墨袋を、まずは指で外しますと。この際にねこういった卵巣がもしついてきてしまったら、墨袋だけをこうね取り外して、でこの卵巣は食べる部分の方に一緒に入れておいてくださいと。ゲソを、まあ、普段ね処理するときはこのね肝だとかこの卵巣だとかも外してしまうんですけれど、今回はこれね煮付けにするので、この肝だとか卵巣も一緒に食べたいので、この硬いくちばしの部分とあと目玉の部分を外しますと。くちばしはねこういった形でゲソを裏返して、真ん中にくちばしがついてますんで、くちばしを外しまして、目玉に関してはこう裏からねこう真ん中に1本包丁入れまして、左右に開いて、裏からこういった形でね目玉を取り外しますと。ここまでが下処理ですね。で残ったこのね卵巣はそのままにしておいてくださいと。どうしても墨袋だとか目玉の掃除をするとゲソが汚れはするんですけれど、まあ、とりあえずはそのままにしてこうボールか何かに取り置いてくださいと。白いなんていうんですか、これね卵線っていう部位なんですけれど、これがね、まあ、見ようによっては白子に見えなくもないと、いうことで、イカってね雌雄同体だよと、オスメス区別ないよっていう話をする方がたまにいらっしゃるはいらっしゃるんですけれど、まあ、それはねおそらくねイカをさばいている人で、まあ、卵巣とこの卵線、どうしてもね卵と白子を同時に持っているように見えるので、まあそういったね勘違いをしている場合があると。まあイカはね実はしっかりオスとメスが分かれた生き物ですと。こう何匹も処理をするときは、まあ、包丁使わないで済む仕事を先に済ませて、でその後からね、こう包丁を使う仕事を進めると比較的手際よくね作業を進めることができるのではないかと思いますので、その辺ね、まあ、自分でやりやすいように段取りを組んで、仕事を進めると、まあイカってね意外と寿命が短くて、大体がね1年で死んじゃう場合が多いんですよね、イカって。まあ、ダイオウイカだとかはね、ああいう大きいイカは長生きするんでしょうけれど、基本的にはね、ヤリイカだとか、スミイカだとか、アオリイカだとか、ああいうのはね、寿命が1年って、まあ、言われているんですよね。
イカを飼ったことがあるわけではないので、まあ、これね聞いた情報でしかないので、まあそこら辺ね本当なのかなって思うこともあるんですけれど、そう基本的にはねそんなに寿命の長い生き物ではないと、まあ、だから水族館なんかでもねイカってまず見かけることないですもんね。一旦ね、目玉とくちばしと墨袋と処理しましたら、ここで一度水洗いしますと。水洗いしただけなんですけれど、ここにねお酒をちょっと振ってでお酒となじませておきますと。普段はここにね塩を入れて塩もみしてぬめりを取ったりするんですけれど、小さいねコヤリイカの場合はぬめりも臭みもほとんどありませんし、これ塩で揉むとこの内臓だとかこの卵巣を傷つけてしまうので、この程度でね、調理しますと。続いてこっちにね、胴体の、処理について説明しますと、このね胴体は、まあ、もちろんねこの墨が破裂したりで内側がね汚れていたりしますんで、内側はね水で洗うんですけれど、それとこのね、この軟骨最初に引き抜いておきますと、まあ、この骨がね食べられなくはないんですけれど、どうしても、食感が悪いので、まあ、この軟骨はね、最初に引き抜いてしまいますと。手でも簡単に抜けますし、あともしね抜きづらかったらこういったね骨抜きを使って、軟骨を処理してくださいと。ここからね、イカの身を洗っていくんですけれど、まあ、こういった形でねこのイカの筒の中にゲソをね引き抜いた際にゲソにねついてこなかった卵だとかが残っていたりするので、まあ、洗う際はね慎重に。でももし卵なんかがこうスルッと出てきたら、まあ、中に戻しておくと良いのかなと思いますので、まあ、丁寧にね水洗いしてくださいと。そう、まあ試しにねこれ1本開いてみますと、まあこれちょっと極端な例ですけど、まあ卵とこの卵線とが身の中にね残っておりますんで、まあ、こいつらを、無理に落とさないように、水洗いすると、水洗いしますとこういった状態にねなっているかと思いますので、そうしたら今度はイカの胴体に、卵とこのゲソを戻し入れますと。ゲソはこう中までしっかり、詰めてしまって、ここを串で留めてそれから煮ると。そうで、まあこれね人によってはこうゲソを外さずにそのままの姿で、まあ、墨袋と口だけ外してね煮るなんて方法もあるんですけれど、僕はねこれねしっかりと胴体の中に、まあ、ゲソまで戻し入れて、まあ、こういったねパンパンの状態にして、調理した方が、まあ、なんとなくね食べて美味しいのかなと、まあ、ここが卵巣にあたる部分なんですけれど、これはねまだまだ未成熟な卵巣で、もう少しね大きくなるとここの卵巣の部分はもっとプツ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 卵っぽくなってきて、ただねこの卵線の部分、この白子っぽい部分あるじゃないですか、この部分は結構ねクリーミーで美味しいので、まあ、プチプチしなくとも十分にね美味しい煮イカになると思いますので、卵が小さくてもがっかりせずに料理してみてくださいと。ゲソをすべて戻し入れましたら、今度はこのね、イカの下の部分、この入り口の部分ですよね、ここを、用紙か何か串を打って留めますと。でまあこれ串はね、こういった形でゲソと白子がね飛び出さないように、うまいことこのヘリをね止めてくださいと。ここでね一度、湯引きをしますと。このイカを一度湯に通すんですけれど、お湯にねお塩を一つまみ加えまして、沸騰したらこれね火を切ってしまいますと。これねあまりね熱いところに落とすとこの皮がね
破れて見栄えが悪くなりやすいので、お塩を溶いたねお湯を、まあ、一呼吸置いて温度を下げて、そこにイカを通しますと。まあだから温度はね、85度だとか90度だとか、まあこれそのまま置いといてもいいですし、ちょっとね冷たい水を加えて温度を下げてもいいですしと。でそこにね、こういった形でイカを落として、で、まあ、さっとねこの表面の色が変わったら、イカを取り出しますと。入れた時にこうちょっとだけねこのエンペラが縮まるような、まあそういったね温度を目安に、湯通ししてくださいと。お湯に落とすとこの筒の中に水分が溜まるので、この水分はねこう縦にして水気を切って、でこのまま冷ましてくださいと。ここからイカを炊いていくんですけれど、これね、まあ鍋の理想の大きさはこういったねイカがギリギリ入る程度、なるべくねこの隙間がないぐらいパンパンに入るような大きさの鍋が、まあ、イカを炊くときはね望ましいですかね。まあ、イカってねこれ強火で炊くと、まあ、皮が破れるというのと、火をね入れすぎるとイカの身がね、どん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 硬くなっていってしまうので、まあ、なので、最初にね濃いめの煮汁を作って、その煮汁でさっと炊き上げると、いったイメージですかね。まあこの煮汁はね、砂糖、醤油、みりん、酒と。普段ね魚を煮るときは、まあ甘いね砂糖だとかみりんだとかを先に入れて、でちょっとずつ醤油を足してと、そういったね作り方をするんですけれど、イカの場合はこのあまりね長い時間火を入れたくないと、最初にこの煮汁をねある程度煮詰めて濃いめの味付けにしてしまいますと。そこにイカを落として短時間で味を入れると、煮汁を沸かして最初にある程度煮詰めて味を決めてしまいますと。味の好みにもよりますけれど、イカはね僕はねある程度しっかりめに味を入れた方が美味しいかなと思いますんで、濃いめに味付けしてしまいますかね。味が決まった煮汁にイカを落としましたら、火をね、弱火にしまして、ゆっくりゆっくり火を入れていきますと。当然ながらイカの身がね、浮いてきてしまうので、まあ、このね煮汁を全体に回しかけながら火を入れていくと。ある程度火が入りますと、まあ、こういった形でねイカの身がふくっと膨らんできますんで、まあ、そうしたらね、ここで一度ねイカの身をひっくり返しまして、全体に煮汁を回しかけながら火を入れていくと。火を入れる時間はだいたいね7分から10分程度。そうだからまあ短時間でさっと火を入れて、濃いめの味付けで食べると、全体に火が入りましたら、小ヤリイカの煮付け完成でございます。盛り付けて食べるだけなんですけれど、まあ、今回はねさっと煮てもうそのままね食べてしまうので濃いめに味付けしましたけれど、煮汁につけて1日2日置く場合は、まあ、煮汁をね薄めにしてこの中でこう保存すればいいんじゃないかなと思いますので、まあその辺は、用途によって作り方変えてくださいと。あとは切って食べるだけと。まあこれね、まあ、断面を見ますとねこういった形で、しっかりと卵が詰まっていて、まあ、非常にね美味しく食べれるかと思いますので、盛り付けて食べるだけと。盛り付けは食べやすいようにね一口サイズに切って、盛り付けるだけで良いのかなと思いますので、お好みで、まあ、柚子だとかね生姜だとか、添えても美味しいかと思いますので、お好きなように
薬味を添えて、お召し上がりくださいと。まあ、今回はね、これ柚子胡椒、まあ、柚子胡椒をちょっと添えて食べようかと思いますので、ということで、まあね、ゴヤリイカの煮付けの作り方、以上でございます。